はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。このチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容を、こうやって動画でレビューをするという内容になっています。で、普段はビジネス書についてご紹介することが多いです。で、レビューを見ていただいてですね、面白いなとか私も読んでみたいなというふうに思っていただいた方は各動画の説明欄に Amazon へのリンクが貼ってありますので、そちらからご自由にご購入いただければと思います。で、もしよろしければ、チャンネル登録グッドボタンを押していただいて、その読まれた本の感想をですねコメント欄にいただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、で、今日ご紹介する本はこちらのお金の流れでわかる世界の歴史というタイトルの本になります。で、この本はですね、つい最近2日前に、387回でご紹介した、一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書という本があるんですけれども、そちらの本と合わせて購入した本になります。で、こちらの本は、世界史、世界の歴史だけに注目するのではなくて、もう一つの軸として、お金の流れを、軸に持っているというところが、特徴です。で、この表紙にも書いてありますけれども、富、経済、権力はこう動いたということで、その富とか経済権力の、中心である、中心というか必ず関わってきているお金というところに着目をして世界史を説明するという内容になっています。で、基本的には、世界史の、大きな流れを、さらっていると。で、古代エジプト、ローマから、ソ連とかリーマンショックまで説明してますので、大まかに全ての流れを拾っている内容になっています。で、率直な感想としてはですね、世界史の内容自体は、特別、新しいことももちろんありませんし、流れとしては読みやすく説明されているかなというところなんですけども、やはりですね、その着目点の、お金というところ、ここは非常に面白いなと思いました。で、1点だけ、非常に印象的だった言葉を今日ご紹介すると、古今東西国家を維持していくためには徴税システムの整備と国民生活の安定が絶対条件なのである。本書を読み進めればそれは容易に理解できるはずだという言葉が書いてあります。で、このタイトルのですね、お金という言葉だけから説明されるよりも、やはりそのシステムとして、税金を、国民から徴収するシステムっていうのが、あって、そして国民の生活が安定していること、この両方が成立してないといけないんだよっていうことを説明されると非常に納得感があるというか腑に落ちる内容でした。で、どういうことかっていうと、やはり古くからですね、権力者っていうのが権力を持つと。で、そうすると必然的に、その人が権力を強めようとしてどうしても、権力が集中してくると。で、その集中してきた権力に対して、周りの取り巻きたちが、反感を持ったりとか、また、そこに乗っかって腐敗が進んだりとかで起きますと。で、そうすると結局国民と権力者との間に、大きな溝ができて反乱が起きて国家が滅びるというのが、これまでの国家の変遷でした。で、そういった意味でやはり、まずはきっちりとした、そのきっちりとしたっていうのは、乱暴なという意味ではなくて適切な税金を徴収するシステムがきっちりあって、国家運営が安定しつつかつ国民の生活が、大変になりすぎないと、そういったバランスを持っている、それが、国民生活の安定に非常に大切なんだよということが、説明されています。で、これは、言われてみればもっともだなと思いながら読んでたんですけれども、やはりですね、そのどの時代も今ご説明したような、その権力の集中と腐敗、また国民の反乱ということが起きて、大きな例えばギリシャとかローマ帝国とか、そういった、組織っていうのは、崩壊をしていくということで、非常に参考になりました。で、個別の各論はですね、もちろんその国々で歴史がありますし、特徴がありますので、それはですね、他の世界史の本に譲ってもいいんじゃないかなというふうに思いますけれども、やっぱり経済を中心に書かれているところで堅苦しくなくてですね、なんというか動きが非常にこうつかみやすい内容になってますので読みやすかったかなというふうに思います。はい、今日は以上です。もしよろしければチャンネル登録およびグッドボタンの方ぜひよろしくお願いします。